手加減なんてできねえぞ。やはりマリコが近くにいたのでは不利ですね。言い訳がましいな。仕方ない。ここは引きましょう。はあ、マリコがいなかったらやばかったかもしれねえな。助かった。ウルキ、マリコさん。ウルキを助けてくれたのね。私の方は平気だったから。それにしても急いだ方が良さそうだ。できるだけ距離を稼ぐぞ。ええ。ようやく着いたな。ああ、ここまで来れば第5教団のアジトまでもう少しだ。そうかもしれないわ。さて、富手と引津はまだみたいね。本当にどんくせえな。何やってんだあいつら。まあんまり時間はねえけど、俺たちだけで乗り込むのはさすがに厄介だ。いざとなるまでは待っていよう。とにかくどこか平気そうな家を借りましょう。借りるも何も誰もいねえだろ。ま、お前にはきつかったかもな。私、ちょっと外に出てるね。おい、タキコ。そうだな。教団も目の前だし、乗り込む準備はしておかないとな。それにしても富手と引津おっせえな。俺はちょっとその辺を見てくるぜ。マリコ。逃げてなんてねえよ。ただ何言っていいかわかんねえんだよ。昨日の今日なのにお前は平然としているし、わけわかんなくてな。まああんなところをタキコに見られたわけだしな。ちょっと混乱しちまって。とにかく悪かったな。もう大丈夫だ。教団も目の前だし、気を引き締めようぜ。さて、そうとなったらこの辺の見回りしてこねえとな。じゃあ俺は行くぜ。マリコが？やめとけって、危ねえよ。まあそりゃまあそうだけどよ。勝手な行動するなよ。あと俺から離れるな。マリコ、大丈夫か？何の話だ？ダメに決まってんだろ。ここまで来て今さら何言ってんだ。ダメだ。お前は自分の世界に帰れ。マリコ。嫌いなわけないだろ。俺はお前のことは大事だと思っている。だからこそ帰らなきゃダメだ。帰らないとお前死んじまうだろ。そんなのは絶対に許さねえ。絶対に俺が元の世界に返してやる。だから俺を信じろ。お前が生きて元気でやっていればそれでいい。死んじまうよりはずっといいじゃねえか。だから帰りたくないなんて言うな。俺にお前を守らせてほしい。忘れてくれ。あれは俺が悪かった。富手と比企津はどうしたのかしら。マリコさん、ここに来る前のあなたの話、聞かせてもらえないかしら。いいわ。話してくれる？マリコさんもマリコ。マリコ、タキコ。ウルキ、大丈夫？くそ、不意打ちを食らっちまった。邪魔をするなら。まだマリコをもらう。騒ぐな。今は儀式の準備で忙しい。どこに？帰ったらそこにお前の居場所があるとでも？そんなことはありえない。教師様だ。俺たち第五教団の偉大なる指導者だよ。何がおかしい？お前、何を考えてる？